おちゃんよ茶の愉快な不動産屋さん。 はい火曜日の夕方六時を回りましたなおちゃんよーちゃんの愉快な不動産屋さんのお時間ですはいこんばんはこんばんはだから僕のこれヘッドホンかななんか超何ですかエコーが効いてるような感じがするんだけどなんかちょっと調子悪いみたいですよそうなんですかじゃあ大丈夫です大丈夫ですはい大丈夫なんですよはいお聞きの皆さんはじゃあ大丈夫ということですねそうですねわかりましたはいはいということで本日もちょっとごめんなさいね1月入りましたけれどもうん もう一発目からゲストさん読んでないんですけどね。いいですよとりあえず、ちょっといろいろ週末にあった面白い話ですとかね。ハードル上げるね。はい。ティ協会からのちょっとした告知がありますか。告知というか情報提供なども含めてまあ面白おかしくね、はい。していければなと思うんですけれどもね。 もうちょっと秋めいてきましたそうですね風が涼しくなってきてるなという感じでも日中はやっぱり暑いんですけど日向に出るとちょっとでも空が高いっていうのかな秋空っていうのは夏っぽくなくなってだん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 変わってきてるなという気はしますけど朝夕なんかは特にもうそですねクーラーもほぼつけないですからねねそうです扇風機だけでいいですかね。はい 内地は寒いんですかねもうそろそろろ先日知り合いの方の SNS 見たら、うん、福岡の方で26度とかなのかなまあ涼しいぐらいのああまあまあでもまだまだ、ね、そうですねそれからまた上に行けばちょっと肌寒くなってきてるのかなっていう、うん、でもいいですよねあのー、なんか秋このちょっと涼しくなってくるとそれなりのまたいろいろ沖縄の場合大体もう1月1一月でも 12月でももしかすると借りるし暑い時暑いからてる可能性はありますけれどもそうなんですねいろいろなファッションを楽しむことができて楽しそうですよねそうですねファッションリーダーのなおちゃんとしてはねいやどうなんでしょうその後にちょっと羨ましいなってところですかなんかでもちょっといろいろな格好できるからねっていうのがあるよねだってそうよなかなか沖縄でコートって着ないよねそうだねどうでしょう本当 勝っても一瞬しか着ないから、なんかもったいなくなると思うんだよね。とか、そうね。あとは、だからね、終わりかい。まあまあまあちょっと。冬になる前のそのちょっとした薄手のなんかね、あのカーディガンだったりとかも、そうですね大体冬にしか着ないからね。そうなんですよ。そう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 。いうのを考えるとやっぱりちょっと沖縄はまあ南国なんだなとちょっと思いますけどね。 そうですね、うん、一番寒い時期は1月2月ぐらいでねだいたい2か2ヶ月もないよね1か月ちょっとぐらいからそうね2月でももう1月2月ぐらいかねえんか買い物行くともう秋冬しか売ってないしねあそうですね、うん、あ最近ね気になるお店行ったんですよ、あのーうん、兄貴のはい、はい、兄貴の娘さんが働いてるその服屋さんがあってね そうなん嫁さんも嫁さんとも前々からここ気になるよねって話しててどこですか北谷の方上瀬戸にあるんですけどね国体道路沿いですねはいちょっと兄貴からもあち娘働いてるよって聞いてたのでちょっと行ってみたんですけどなんか良かったですねあそうなんですか僕も嫁さんもちょっと一着ずつえなんていうお店ですかね喜き、岐怒 KIDDO.com だったかなセレクトショップでしょうかいつも車で掛けで見てたんですよこのディスプレイされてるこの組み合わせがねか素敵だなと思っててなんかセンスいいな何か買いました上ですね僕はシャツとあとカットソあメンズもあるんですかメンズもありましたで嫁さんがシャツとあとちょっとしたネックレスっていうか。 よかったですよ。あっそうですか。軌道。軌道軌道軌道は。ちょっと読みはあれなんですけどね。ちょっと探してみます。はいはい。やっつけろね。そういうわけじゃないですよ。ちょっとね、ごめんね。ちょっと切り替えがね、下手くそなんですよ。大丈夫です。はい、じゃあ、今日うもですね、この番組はどちらも沖縄市で不動産業を営んでいる。はい な陽ちゃんこと沖縄・千楽島不動産浜崎陽一のこの二人による日々の何気ないことから不動産に関する情報やお悩み相談まで時にゆるくズバッとお届けいたします番組中メッセージを募集していますので、えー、不動産に関するご質問とかお悩みとかぜひぜひその他何でもいいですので、はい、ぜひぜひお気軽にメッセージを寄せてください。 メールアドレスは 761-fmcoza.jp761-fmkoza.jp ファックスは098-934-8653です、はいえー、また f m コザではですねユーストリームとかツイキャスで、えー、全世界に向けて生配信中でございます、はい、ぜひぜひお手持ちの、ね、パソコンとか携帯端末スマホですね、はい、そちらからお楽しみくださいませませよろしくお願いします ということで今日もゲストなしですからね。そうですね。長岡さんからメッセージ来てますよ。ありがとうございます。先ほどのようちゃんの切り捨てたハイハイに反応してます。あ、ありがとうございます。切り捨てたわけじゃない。まあハイハイとなという感じで。まあまあまあ。え気になってますよ。ぜひ出していこうかなと思ってますよ。すみませんなんか。まあまあそんな感じですよ。はいということでね週末はねようちゃんも花火見に行った。 行きましたねそうなんですよシーポート茶ンの方でなるほど結構あちこち祭りあったみたいですね土日のほうは中部でもね風名茶炭儀乃湾那覇の方では首里城だったりとかあそうなんですかあっちこっちで結構お祭りがあったみたいでうんそうだったんですね奈央ちゃんもどっか行った僕たちはね土曜日はあ日曜日かうん 日日曜その後ちょっと昼はもう子供たちと遊びながらゆっくりしてて、はい、でそれから僕ちょっと短い時間でしたけどマラソン練習して<う>で夕飯作って食べて、うん、それからじゃあ花火見に行こうぜと、うん、ドライブがてらああそうなんですね、うん、でちょうど8時半ぐらいに着いた8時前あ八、うん、時15分20分ぐらいにかてなの会場近くに着いて。 方祭りですね。でそこで駐車場で見てたらなんと左手の方ちょっと遠目ですけどシーポート社団カーニバルの花火でしょうね先にあちらが上がってたんですよ。ああすごいな綺麗だなと思って結構長かったじゃないですか。結構長かったでそれ見てたらすぐ右手の方本当に目の前ですよ。目の前で花火がバーッと上がってでねなんかねちょっと一応動画も撮ってたんですけどこれに。 動画止めた時に出てきたんですけどね。なんか下からシュワっと火花みたいなので、ヤシの木みたいなのが花火が三本ぐらいポポポっと出てきたんですよ。僕初めて見てあれ。あ、すごい綺麗だなと。なんかもう実はですね。いやこれはあのぜなんていうんですか、ディスるわけじゃないですけども。はい。全土エースあまつり。はい。まあ毎年僕たちも家近いのですぐ見えるんですけど、今年のはなんかあの。 前夜祭土曜日の方うも雨でもう中止になったのもありまして、うんうん、で日曜日の方もいつもに比べて少ないんじゃないかなと花火がっていうなんか物足りなさを少し覚えてたんですよああそうなんですか、うん、でその日曜日にこの茶炭のを見たり風のを見てるとやはり少なかったんじゃないかなと思って、うん、<laughs> そうですか <laughs> うん,なんか種類もねすごいいろいろあってなんかすごいなと思ったんですけど、うん、ああ 前徳さんもすごかったなと感じたんですけど毎年見てるなおちゃんとしてはなんかちょっと物足りなさを感じました土曜日見てないからなのかなちょっとはっきりらしいんですけどでも祭り自体はだいぶ盛り上がっててすごく楽しかったんですけど僕はですねシーポートチャタンカーニバルですからチャタンで見てたんですけどサンセットビーチ行ってまたね宜野湾の羽衣祭りでしたよね 最初に僕ャ茶ンが上がって目の前で見てたんですけどすごいなと思ったら見てる先の方で羽衣祭りのが上がりましてなるほど多分だから時間ずらしたんだろうねちょっとずれててすごいなって贅沢に見れるねって話してたらまた三箇所のすのぐ草加祭りも始まっておおってもう歓声が上がってねみんなそこ見たら上がってるからだからね3箇所で。 あの知り合いなんかはジャーガル公園あそこ高台になってるじゃないですかあそこからもうだいぶ全部がもう綺麗に見えるみたいなパノラマで見えますねそうそうそうすごいなっていう感じなんですけどでもよかったですねんか子供たちも長男も次男も喜んでたんですけど三男坊がねこの大きな音が嫌いですぐ耳を塞るんですよ 怖がってた超泣いてましたねははははとか言ってなかなかもうちょっと子供にはまだ刺激系が強かったからやっぱりそうですねいや「チャタンカーニバル」はすごかったよあの終盤もう終わりのところでは水上花火っていうのかなあれが上がるんですねはいはいはい初めて見ました見たことありますもう水面からバーッとこててるような感じではなくて水面からあの多分空で上がるあれがそのまま水面で 爆発させるっていうああそうなの、ね、そうに急に始まったもんだからびっくりして夫婦扱でかいわけ <laughs> いえ<や>いや <laughs> 一応話な聞いてたんですけどうん、うん、あこんな近くでこんな大きい音するのっていう迫力ありましたね確かにだからそうだ、ね、ちょっと今年まあ両方見てて野口草刊祭りも行きたいなと思ったんですけど何分ちょっと 距離があるもんですから来年はちょっとじゃあ旦家族でシーポートの方に行きましょうかと今計画中なんですけど意外と行きやすかったですよ結局サンセットビーチが会場みたいな感じですけどあのねアメリカンデポあっちはデポアイランドっていうかあの辺も結構見やすい位置でしただからね僕たちがデポアイランドも日曜日行ったんですよそうなんですか34時ぐらい僕と嫁さんと三男坊か。 そこであ今日茶炭も祭りあるんだって気づいてまあでもいいかってなって長男次男もいないしなってなってああよかったですけどねいやはいはいじゃあまたはいはいいっちゃったけどお電話がちょっとすいませんじゃあ一曲目いきましょうかねえっとじゃあですねスピッツでええ渚 はいということで、ちょっとフリートークのコーナーを挟んでいきたいと思うんですけれども、どうしようかな、じゃあちょっとここで、告知でもないんですけどね、今度、11月の19日かな、うん、そうそう、日曜日に中部トリームマラソン出ることになりまして、午前中、ハーフマラソン走って、12時から親子でチャレンジ3キロ、もうダブルエントリーするという。 <あ>無謀なちょっと今申し込みをしたんですけれどもね <laughs> 親子でってみんなで走るのうん僕去年も一応家族でみんな出て、うん、ですごいっすよあの僕なんか次男ね、うん、僕のペースに合わせて走ってきて、うん、3km、まあ、最終ちょっとあのごめんで家族ごめんで走ったんで<う>わちゃわちゃしてたんですけどそれから、うん、じゃあ俺と次男は先に行くわと、うん、走って16分。 でキロ走り切って一緒す大人だったら別にそんなにねそこまで速いってわけじゃないですけどこいつやるなと思ってこの間一緒に練習したらちょっと2キロでバテてましたけどねあれどうしたと思って本番に強いタイプ本番に強いタイプかもしれないですああじゃあ今の調子でですので先のことなのでねあれですけど19日もしよければ沿道からの応援をどお近くの方は。 あの道路ななんていうのかな3 2級ではないしね喧騒豪運動公園からよかつれ礼向けにー合わせメイストリート、はい、合わせはいで合わせメイストリートあの憲、ー、壮の書類のもんだへんから出て、うん、それから、えっと、合わせの堤防沿いに入っていくんですよああ須崎の方へえ須崎ではなくてその手前ですねまだ喧騒を越えてマンションがあるところですね すぐの堤防堤防沿い入っていって合わせからこう回って海沿いを回ってってで合わせの交差点に出てくるのかなああ合わせを走るんですねそうですねそっからまた須崎の方までああ、また須崎の方へ奥まで須崎まで行って須崎の方ちょっと中入ってでまた戻ってきて県荘の中入ってっていう感じで20キロだからメインストリートにはあまり出ないんですよねなかなか。 いるとしたらその合わせの交差点の方から、うん、あちらまでですね須崎の方、うん、その通り区間ぐらいかなと思うのでですけども、まあ、そこでちょっとチャレンジしようと久しぶりに夢やってましてはい、はい、でですね、うん、その練習ではないんですけど、うんうん、もうこれ、もう言っとかないと自分で怠け心でちょっとやらなくなる可能性があるんで先週、えー、中部業者会の徳里会長には言ったんですけどね。<laughs> 10月9日体育の日、うん、まあ体育の日ですんで朝そうですね7時半8時頃からちょっと風の基地一周してみようとまずは風の基地をこう一周走って練習しようと多分17.5キロなんですよ午前中で終わるんじゃないかなと思うんですけどとりあえず公開でね行っとかないとねあの怠けてしまう可能性があるので、うん、あそういうことですね言葉にするのは大事っていうことかねそうそうそう 今、先週の金曜日だったかなぐらいからナイキプラスっていうアプリ使ってるんですよ、ナイキプラスっていうアプリがあるわけですね、これ、スタート、走るときにスタートしたら、距離とかタイムとかも出てくるやつなんですけどね、それもつけて、ちゃんと証拠もね、フェイスブックの方には投稿しますので、まずは、ちょっと一応、宣言しとかんとね。 有言実行ということであ<ー>まあその日ももしよければドライブ型らどなたか飲み物の差し入れお願いします <laughs> 走ってるんでしょ走っ,て走ってるんですけどまあちょっといらっしゃったら <laughs> た足踏みぐらいで止まって話してもらってから行きますよまた、えー、一人で一人でです一応あどなたか一緒に参加する方もいたらぜひこちらまで <laughs> あどちらよな <laughs> 分からんけどあでもあれですねじゃそうですね朝のですね、うん、多分七7時半には出発したいので、うん 7時から7時半の間に、うん、沖縄市営陸上競技場の入り口、うん、あそこからスタートしてあそこにまた一緒て戻ってくるっていう感覚なのでもし我こそはという思う方がいらっしゃいましたら <laughs> 一緒に、まあまあ、一緒にいつもまあ自分のペースですよ無理せずに練習として走りましょう <laughs>、はい、ということで <laughs> はーいって名乗りたいけど嫌だ <laughs> <laughs> ちょっとね宣言しとかんとねわか,かりました、うん、ドル,ルフさんがですね、はい、中部トリムマラソン 挑戦ですねおもうこの3キロとか1 0ロとかは普通に、ね、3キロとかは去年も出てるし今普段の練習でも10から12は走ってるんであれなんですけど、うん、ハーフって結構長い距離走ってるの本当にもう78年ぶりなるので大丈夫でしょ毎日走ってるからまあまあまあそうですね<や>まあまあ毎、まあハーフぐらいはきるかなと<ー>なんとなくあ自分も,も34年前ぐらいまでは毎年 氷島のマジックアワーランというのを探したんですけど夕方やるやつかなもう無理あれもハーフなんですけど昼から昼過ぎから出発スタートして大体夕方ぐらいに戻ってくるっていうペースなんですけど氷島でも結構ね高低差ありますもんね坂道がねチューブのやつはね結構平坦な道なのよ 合わせの方だからああそうるといっても喧噪内の中に少し坂があるかなぐらいなんであれだけうぐらいだと思うほぼだから結構楽じゃないかなとうん。でね来年のも沖縄マラソンにももうエントリーしますおおまたフルマラソンはいもう変わりましたなんか最近楽しくなってきててあのランナーズはい。ありますねあれ確実におお意外とあの十 キロを超えるじゃないですか足がより動くようになる多分そのこの距離を伸ばしていけばそれ分もっとなんかあるなるのかなと思ってなんか言うよねそういうの途中ちょっとやっぱりペース配分ねちょっと落としたりとかきつくなったらやるんですけど特にあの坂道登った後ねもうやりはしますけどでもちょっとそのペースダウンしたしってるとまた逆に足が動いてくるのでハマってますね今また じゃあゆくゆくはあれですかじゃあホノルルホノルル行く夢ですよ行きたいなとあれはハワイハワイですねあれ結構抽選かなんかですね多分そうだと思いますで東京東京はねこれヨさんに行ったらあんた一人で行くわけって言われてじゃあ応援できたらいいさって言ったけどまあまあまだまだあのもっとねフルマラソンで本当にどれだけのタイムが出るかによってですよ あとは時間がね県外に出るっていうのがね今できないんですよほとんどお仕事があるからなので家族全員での旅行っていうのもほとんど行けないしまそこはもうしょうがないですけどねお仕事もあるのでまあでもはい皆さんあのそうですねまずは9日10月9日の結果をでその後11月19日のトリムマラソン はい、ハーフマラソンですね、うん、もしよければ応援に来てくださいというわ <laughs> かりました <laughs> <laughs> でも9日は一人でやってるわけでしょあ一人でやってるんで、はい、あのー、本当にはいわかりました、うん、多分ね結構長い区間販売機とかがないのよ、うん、で道も多分内側走るから基地側、うん、いやもうちゃんと飲み物持った方がいいですよなんか持つの嫌なんですよね邪魔なんでいや何かあるでしょ なんかかこう体にとあれまだね飼ってなくていつももうだから小銭を何でこれびっくりした何がいたのわかんないなんか今なんかポケットびっくりしたポケットにね探そうとしたらなんか変なのがいた今はもう何でしょうあのタイツがあるじゃないですか タイツの方にチャックがついてて少しポケットがついてるのがあんですよそれに小銭だけ入れてでもし途中できつ使ったら買おうかなぐらいなんですけどねそれ以外のものは携帯を腕につけてるぐらいかなもう気がんか身軽にしないとんか面倒くさくてだからまあまああとはちょっと自分でお金出すのが嫌っていうのもあるし差し入れをねそうだねそしたらんか応援されてるなって気になるじゃないですか でも確かにさっきの次男君がね結構本番強いっていう話はやっぱり応援とかね差し入れとかやっぱ力になるよねそうそうそう特にね本当にもう一番いいのはチューチューねチュー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 あれいいのあれ最高あれとバナナは最高分かりましたでもその日はいいですよあんまいっても2 0キロもないので。 大丈夫ですあれは沖縄マラソンは出ないのでもさ出ますよあ出るもう申し込み始まってるので12月の前半まで沖縄マラソンはもう抽選とか今あるのかなあ分なかったかなだと思うんですけどね那覇マラソンか那覇マラソンが集中するんだよねだからちょっとまあまあまあ確実にやっていきますよやっていきますよだからねなんか中部業者会で T シャツ作ってくれないかなそしたら着るけどね俺 宣伝にもなるし宣伝のね確かに上りは持ってないさねえいいんじゃないですかいやそれやったらもうんかあんた乾燥を目指してないよねってなるさあそうか一番いいのがあるさハッピー暑いよあでもね2月だからねいやもうそこはもうだってピカチュウ着て走ってるランナーもいるし絶対あの人た乾燥想する気ないもん分からんけどしてるんじゃないいや分からんけど毎回見るよゴールしてるちゃんと してるんじゃないかな。ゴールにいたことないから。ここんなセーティングかな。何ですか。まミヤマモロ君の。ああ、ありますね。ミヤコでマあれも熱いと思うんだけどね。でもあの方は毎回乾燥してる感じですよね。あ、そうなんですか。ああ。いやーハッピーか。そしたら下を捨ててこしないといけないですね。ああ、面白いじゃないですか。セットで。え、ちょっとあの絶対セットで走れないよ。ねじりハチマキなんかしちゃったりして。面白い男ね。あとさっき言ったね。 上りも、ね、上りは持ったね絶対 <laughs> <laughs> ちゃんもうね、まあ、まあいいんですけどいいなあ、うん、誰かいないですかね業者会出られる方ようちゃんああそうだね <laughs> <laughs> 俺えー、もう遅いな <laughs> いいい、ね、来年かななんかねあのー、中部業者会でいろいろ聞いたら昔ほら釣りサークルみたいな、ね、趣味のサークルとかもね、うん やってたとか言うんですけど。そうだね、そういう活動もあってもいいよね。時間がね、合わせられれば。そうだね。大ちゃんが言ってたけど、青年部作れたらね。ああ、なるほど,なるほど。やっぱり、若いメンバーでね、うん、ちょっと。やる気出るかもしれないけどね、うん。あ、ちょっとね、僕ね、これ、今、まだ。構想段階なんであれですけど。うん、民泊に関するセミナー的なものって。 聞いいてみたくなですか急に何となく青年部とか云々だったんでほら去年年末にやったさヤング会ヤング会でもないけどちょっとね若手の方で飲もうってなってさねあの時に何かやれたらいいねって話しててちょうど今ね沖縄型中古住宅流通研究会の方で民泊しかもそれの民泊新法が来年から沖縄でも施行されるんで。 それとあと会員宿泊施設のパンフレットを今作っているとということでもしかしたら依頼すればちょっとお金が出るかもしれないですけどねそういったセミナーというか講演会を聞けるかもしれないというのが今ちょっとあってでそれ今、事業としては結構も詰まってるんで急にパッと入れることはできないし予算の関係上ただも希望者だけでっていうのであればいいのかなと思って。面白そうすよね 知らないよりは知った方ががいいのかなというのもあって。だからね、ちょっとそれを今後何かやりたいなと今、おぼろげながらね、考えているところですよ。いちゃんおかさんから、なおちゃん、企画、指導だな、絡むよ、絡むよこれはマラソンの方ですよね、多分リスさん。 えーっとあメールが来てますね、はいえー、北野リスさんからこんばんは基地の周辺いつやるんですか都合が合えば水スポーツドリンクの差し入れしますどっちがいいですかポイントを教えてくれたら歩道の真ん中に寂しいドリンクがポツンと置いておきます<笑><笑>うう暇なら置いておきますねというところなんですけどね <laughs> いやそれ拾って飲む勇気は僕ないですよ <laughs> 何が入ってるか分からんしね。 <laughs> まあまあ一応10月9日ですね朝朝1で出るっていう感じで <laughs> ちゃんと書いてくださいよリスさんからというフロームリスとか書いてもらえたらね安心して飲めるかもしれないそうかあの奈央ちゃんようちゃんのページもフェイスブックページあるんですよ最近ちょっと更新なかなかしてないんですけどそこにも投稿しておきますよいついつやりますということでもし興味がある方はねあの応援メッセージでも構いませんので本当によろしくお願いします <うん S 2> はいいお願いします、はい まあ、あとはあ2曲目いきましょうか 2> そうですねはい,はいではなおちゃんからのリクエストで、えー、ファンで、えー、We are young でも I T 重説で大事であいいじゃない。話が広がりやすい。うん、世の中が本当便利なんていうかな。でもね、これ留意事項選手呼んでないところでなんかちょっとあるから、これもまたちょっと面白いかもしれないね。うん あなたのハートに。はい、あなたのハートに、仮登記のコーナーでは、なおちゃんとようちゃんなりに。不動産に関するまち知識をお届けするコーナーでございます。はい、で、先週ちょっと時間がね、た、なかなかね。うん、あの。そうですよね。なくて、なくてというかな、結構説明したら、時間がなくなってしまって。はい、駆け足だったもんですから、うん、今週も引き続き。うんはい、I. T. 重説。<お> I. T. を活用した重要事項説明について。うん はい、またちょっとご説明しておこうかなと。<ー><で>ね、IT IT IT、うん、まあ、まあ、IT ですよ <laughs> 今。今っぽいですね。山っぽいですねどういうことかというと、ですね、うん、今現在、これ、あのー、国土交通省土地建設産業局不動産業課の課長通知ということで、ですね、うんはい、不動産業課長通知ということで。課長って でそらく法律としてのこのあれでは取り扱いではないんですけれども、うん、まあ IT を使用して重要事項説明書を行う場合にはこういったことをやるのが望ましいとかっていう、うん、そういったパンフレットですからマニュアルがですね、はい、国土交通省のホームページの方からたどっていけば、うん 見ることができます、うんはい、でどういうことかというと、うん、今現在この IT を活用した重要事項説明を行える取引っていうのは、うんうん、賃貸、まあ、アパートですとか、はい、貸し借りの部分ですね物件の戸建てもそうですけど、うん、貸し借りの部分の取引に関して、うん、この IT を利用した重節を行うことができるというふうに今 もう言われててましてはい,、はい、いわゆるパソコンを介してというようなパソコンだったり、はい、テレビ会議な,、まあ、なんかのですね、はい、スマホとかツールを使って物件に関する事項取引に関する事項なんかを行う、うん、説明を行う重要事項説明を行うことができると、はい、でこれがです、ね、先ほど言ったあの不動産業課長通知の中でじゃあ、うん、どういった宅建業法上 の解釈運用の考え方としてどういったことがあるかというと、うんえー、宅地または建物の貸し借りの代理だったり、うん、または仲介で、はい、まあ重要事項の説明にテレビ会議等の IT を活用するにあたっては次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、うん、まあ対面して重要事項を説明したというふうに同様に取り扱うと。うんうんはい いうことでですねじゃあ何が必要かということなんですけども、うん、まず1つ目がですね、はい、宅地建物取引士、うん、および重要事項の説明を受けようとするものこれお客さんです、はい、お客さんの方が図面等の書類物件の図面などの書類ですね、うん、で説明の内容について、うん、十分に理解できる程度に映像を視認でき映像を、まあ、はっきりとした。はい かつ双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに双方向でやり取りできる環境において実施していること、うん、リアルタイムでしっかりとこちらの医師あちらの医師が疎、うん、通ができていると、はい、そ,れをそれがそのパソコンだったりテレビを通して、うん、画面を通して。 うん、それができていることが条件ですよと。例えば映像と音声がこう遅れて、遅れて、やってくるよみたいな時はどうなんですかね。この時はですね、一旦この環境をあのー、なんていうんですかね、整えて、うん、一旦中断してその環境を整えて、うん、今上げたような状態に持っていかないと、うん、これは対面してあの縦、ー、接をしたことにはなりませんよという。ああそうなんです。感じに定められています。うん、で次に必要になる項目ですけど。はい 宅地建物取引士により、うん、記名押印、ま、署名捺印された重要事項説明書、うんはい、書,書類の方ですね、うん、それに付随する添付書類を重要事項の説明を受けようとするものお客様の方にあらかじめ送付していること、うん、要は例えば来週、ま、10月とかにこの IT での充設を行いましょうねとなった場合には、うん、少なくとも今週末頃までには、うん、あのー お客様のもとにそういった書類関係がすべて届いている、うん、しかもこれは宅検診の署名なつみもある、うん、というものが必要に全体として必要になってくる<ー>でなぜ今週末かというと事前に内容をちょっと確認してんていうんですかねその内容を確認してその質問もする準備っていうのがありますので、うん、そういったものも含めて必ず事前に送ってくださいと,いと、ねはい、当日だと,ちょっと時間がないかもねということですね番目 うん、この重要事項の説明を受けようとする者お客様の方が重要事項説明書および添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること、うん、まあこれは当たり前ですもんね、うんうん。と並びに映像および音声の状況について宅研士が重要事項の説明を開始する前に確認していること要はあの重要事項説明というのは宅研師が 行う専門的なな仕事になってまして、うん、でその中で重説を始める前に「うん、私は宅建師ですと」と宅建師章を提示する義務があるんですけれども、はい、そういったものでですねまずこちらの提示をして、はい、宅建師の賞の提示をして相手確認を取ってもらう、うん、と同時にお客様が本人かどうかの確認も行う、うん、免許証なり公的なこの本人確認書類だったりで、うん、あの確認をしてじゃあお互いにこの ちゃんと通じてますねと、うん、確認取れますねと、はい、いう部分も最初に確認しておかないといけないよという部分でですね、うん、であと最後4番目ですけども、うん、これも今言ったことと一緒ですけど宅検氏が宅検証を提示し、はい、でお客様の方がこの宅検証とこの説明をしようとする方が同一人物であることを確認できること、うん、まあこれはもちろん本人がね、はい、ちゃんと確認しないと無効になりますので。うん うん、ということで大体この4つが大まかな、あのー、考え方なんですけれども、はい、その中でですねいろいろ先週もちょっとご説明したんですけど、うん、やっぱり今ね、ね、うん、賃貸のみでそれを行っているということなんですけれども、うんはい、やっぱり賃貸だと成り立つかもしれないですけどこれをちょっと売買に置き換えるとちょっと無理が。うん なないいかうう心配はやっぱり出てきますそですねでも今後そういったケースもなるかもしれないっていうことですケースというかこれはもう社会実験が今後すでに始まってるんですけど平成29年8月1日から平成30年7月末までの間に対象となる取引が法人間要は会社と会社の売買取引に限っては IT 重設の社会実験を継続してやっていきますよと。 ああこれまでもう一度、その売買のやつは少し社会人験やってるんですけど、それを引き続きやっていきますた、だ法人間売買取引、個人の方はあまりにもねちょっとね、法律がね、いろいろかかってくると難しくなってくるので,で、ね、でも段階的にやっぱり、どんどんね、出てくるでしょうねなんか文句を広げてる感じがするので、なんかできそうな気がしますね。うん うん、しかしできた時にちょっと心配ですねやっぱり。いろいろその中で先ほどのはあ,あくまでちょっとした解釈とかね、うん、考え方になるんですけど、うん、例えばじゃあ,、えーまあ賃貸ということで管理業者さんがね仲介業者さんが、うん、あのー、宅建士仲介業者の宅建士が説明するじゃないですか。うんはい、でそれを、えー、入居者だけの了解で例えば IT 充設を行っていいのかとか、うん、本来であればこれは。 貸主側からも、貸主の関係者からも同意をつ得てることが望ましいと、そうですよね、同社の契約ですよね、基本的には。で、ま、IT 充接をするかしないかの選択もですね、うん、えと書面で確認してた、記録として残す方が望ましいと、うん、先方が一応記録、望んだので、IT 充接しましたと、うん、いうふうに。 なるのが望ましいってことですかね、まあ、やっぱり細かい取り決めっていいますか、ね、やっぱりちょっといろんなね、うん、逆に手間も増えているかもしれないのでも、はいね、しかすると対面してやった方が意外とシンプルで逆に安全な取引っていうのができるんでしょうね、はい、なんかどっちがいいんだろうって悩みますねまあそうなんですけどねまあメリットは結構お客様の方には大きかって、うん、まあ遠隔地から 例えばね、ね転勤とかで,ういいで来る場合にちょっとう、あのー、何度もこう行き来しなくても済む、はい、ただ、実際に内覧は進めた方がいいっていうのはこのあっ、ね、通達はあるんですよ、物件の方は実際に内覧してもらってじゃあ、これに決めるということでそれじゃあ、そのやり取りはこの IT 充設でと契約の方もという形は取れるのか、おもしれないですけどねで。面白いのがやっぱり、あのー お客様から、うん、じゃあちょっと遠隔地にいるので IT 充設でと求められた場合に<お>業者側の,この環境が整っていたとしても、うん、お客様側の環境が整ってなかったらそれはできないじゃないですか、はい、まあ逆もしかりですけども、うん、そういった部分で、あのー、ちょっとうちあの IT 充設はちょっと対応してませんということもありえますので必ずしもこれが一般的という今はまだスタートしたばっかりですのでね。うんはい 逆にそれが一般的と捉えられたときにね、うん、ちょっとやってない不動産業者がマイナスに見られるというのはい、あるかもしれないね。 まあこ,こ,はこの辺はちょっと先週説明してなかったところですけどもね、うん、あとはですね借りようとする物件を実際に確認しないことにより、うん、想像していた内容と異なっていたなどによるトラブルが発生する可能性が高くなるため、うん、IT 重設によるか否かにかかわらずこれは、ね、別に対面での充設でもそうですけど、うん、契約締結までには実際に物件の内覧、うん、実際に見て,みる見てもらうという実施を進めることが望ましい、はい、これはもう留意事項としてですね。うん また、IT 重設の状況を録画録音により記録に残すことはトラブルが発生したときの解決手段として有効と考えられるとかですね。ああ、そっか、録音される、録音するということもメリットとしてありますね。うん、それもあただ、ね、これはあのー、録音する場合、録音・録画する場合には、えー、とお客さんと業者だけではなくて貸主さんの個人情報だったり うん、そういった、ね、関係各社の個人情報が含まれる場合があるので利用目的をしっかり限定してとかですねそういったのも必要ということで、まあ、注意事項はだいぶ多くなる感じではありますかね。で、うん。で面白いのは、ね、先週、陽ちゃんからも、ね、あの質問が出た<ん>例えばスマートフォンの、ねうん、テレビ電話でもいいのかということなんですけど。 画面の小さいものだとやはりちょっと視認しづらいです、ね、確認しづらいっていう部分で説明には不向きなケースもありますよということをまず注意してくださいとですので例えばじゃあタブレットとかねそういったものであればいいのかもしれないと、ね、まあ本当にこれは実際やってみてこの社会的にもやってみてですね、うん、もしかしたらこのお客様の方からいや IT 契約ではなくてちゃんと実際に出向いてやりますっていうね、うん、それがちょっと見,な考え見直されるかもしれないですね。やってみないと本当、分かんないですね、これは。ということで、まあ、まあ先週と引き続き、19歳ぐらいはやまったんですけど、ちょっと注意点の方はを今日は重点的に、はい。 説明ししていきまた今後、一応こういったリクエストがあった場合に僕たちも準備しておかないといけないなというところでいろいろ勉強が必要なところがあり本当世の中のスピード感流れが速いですよね進化というか IT の速すぎてついていくのがやっとです頑張ってくらいついていきましょう。わかりました僕らも 若手と言われるぐらいのあれですからね。はいということであなたのハートにと登きのコーナー2週連続でお届けしてまいりました IT 充設に関してですね残り時間が少ないんですがさっきちゃんおさんからちょっとねちょっとありましたけど次のうちみたいなのがなおちゃんなんかね先週末楽しかったようでさっきメーグさんにもってね楽しかったって言ってたけどこの番組にも出ていただいたリカバーノ りかさんのところが周年祭ということでちょっと行ってきましてそしたらたまたま山内局長とえへ子さ座のねめぐみかんさんがいらっしゃってどうもとても楽しかったらしいですねなんかすごいはっちゃけてたらしくてたぶん絡み酒してたんじゃないですか山内いつもの通りだったかもしれないそういう面を今まで見せてなかったのかなじゃあいやでも山内見てると思いますけどね前一緒に飲んだこともあるしねうん めぐみかんさんはもしかして初めて見たかもしれない初見かもしれないですねあれそうかな前のなんか忘年会とかの後に行ってないかな若葉もわかんないですねああ、なおちゃんはすごいよこの酒が入った時のねあなんですか僕あれなんですよ楽しいのが好きなんですよだからなんかちょっと饒舌になるんですよね饒舌普段はそうでもない いや、行きたかったんですけどね、僕も執念性ね。でもちょうどね、お声掛けあったんですけど、ちょっとね、行けなかったですね。まあ、よちゃんのね、はい、バースデーということもありました。結局、もう三十六になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。年男です。ああ、そうそう、年男。いいことあるよ、なんか。えそういうもんなんですか。多分。適当。じゃ、俺も今度で、もう年男脱出するんだけど。そうですね。うん、この一年、結構、まあまあ。 まあ自分前向きに考えてたらねいいことあるよって、まあ気にしてないんですけどね。はい。えチャンオカさんから、うん。多分なおちゃん寂しかったから弾けたんだよということですけど、あ僕がいなくてってことです。まあそれもあります。それも一つの要因です。要因。そうですか。はい。ああたくさんいました。あでも結構お客様ははいたくさんいましたね。うん。うん。最近行ってないな。行きたいな。 まあでも今があれですよ忙しい時期ですよ。よちゃんも。ああ、そうですね。お、ちゃんおかさんから。はい。よちゃん今更だけど誕生日おめでとうとありがとうございます。ありがとうございます。いやもう全然いつまでも受け付けてます。来年まで受け付けます。来年まで。はい。ぜひぜひ。あのこれは今プレゼントおねだりしてるっうですで。ルビーください。嘘です。またありがとうございます。い本当にありがとうございますいつも。というところでね。うん。 どうなの36歳年男になって何か豊富ね残り36秒もしかしたらね来年ちょっと頭ぐらいにねサプライズがあるかもしれないそうですねはいその時発表しましょうかはい残り時間あと20何秒かですけど澤部さんから今度飲みに行きましょうということでぜひぜひお行きたいるでは本当にお願いします教えてください それでは、はい、明日もチラさん愉快な不動産今日も聞いてくれてありがとうさーんどうもありがとうございました、はい、また来週また来週そっか来週はもう死んでるんだ俺多分